前回の数からついに完成の時を迎えようとしている。そう、なんとカズクラのワールドにスタバが誕生だ。このスタバ、現実世界に存在するもの。みんな来ると本当にいい出来だねと褒めてくれる。なんなら検索した時のレビュー欄、そういうのばっかりです。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。ごめんなさい、大丈夫？あ、閉めてくれてありがとう。大丈夫？だよね。ちょっと待って、回復させてあげるから。本当に目の前見ながら走らないとダメだね。あれ、挨拶の前にちゃんと確認しないと。目視点検な。特に回復のポーションね、再生でいいか。再生で、いや、オラには矢があるじゃないか。矢が、これで優しく打ってあげれば回復するはずだ。ちょっと待ってろ、うち今から治療してやるから。注射みたいなもんだ。ちょっとチクッとするけど結果回復だから。行くぞ。はい。オッケー。ちょっと痛かったかもしんないけど、治療だから。これもう完全回復したから大丈夫だよ。痛かったろ？でも大丈夫、もう大丈夫だからな。はい、というわけで無事ね、治療の方、完成しました。そして、皆さんですね、税金、消費税上がって、軽減税率とかね、なんか利用しましたか？要は持ち帰りとか持ち帰りじゃないとかってやつね。で、先日ちょっとアンケートしたんですけども、はい、これぶっちゃけ正直に申請しますかということで、いや、これちょっと意外だった。半分ぐらいの方がですね、たまにもしかするとしないかもなーみたいなね。いや、これ約1万人もの方がですね参加してくれたから、まあまあ正確なやつだと思うんですけども、まあでも一つちょっとあるとしたら、これ購入時の時の意思がもう尊重されてるんだって。それ明記されてるんだってさ。購入の時に店内で食べるか、それとも持ち帰りで食べるか、その時の気持ちが大事だから、買う時に持ち帰りで行こうと思ってたけども、買った後に、あ、やっぱ店内で食べようだったら、それセーフっていう言い方も変だけどさ。なんかこういうことがあるんだってさ。こういうことが、ありがとうね、本当書き込みのほど。まあただね、購入時の時の意思が大切ってね言いましたけども、ただこれがね、もう分かりきってやってる時は、しかもそれが常習的な場合はね、もう詐欺の可能性があるとのことなので、ご注意くださいませ。そしてちょっと待って、あー、ゾンビじゃなかった、よかった、ゾンビかと思ったわ。これみんな元気してる？ちゃんとあれ気づいたかな、刺さってんの。あれ、なくなってはいるような気はするんだけど。うわ、みんなめっちゃ食べてるわ。もうちょっと、ね、増やしとこうか。動物好きだからな、あいつら。めっちゃ増えた。いやー、動物好きと聞いたけども、なかなかいい感じに増えてってるような気はします。あ、ちゃんと村人さんも生き残ってますね、一応。うん。さあ、村人一人しかいんくね。これ、湧き潰しとか心配だよな、これ。ゾンビ出てねえけ、これ。これゾンビ出てねえかな、全滅したんじゃねえかな、なんか。いやー、ぜひですね、ドズクラの方も皆さんよかったらチェックしてみてください。いや、いろんな実況者がね、爆発するやつ、おい、気持ちいい。いやー、ほんといろんな方がねこの島出入りしてくれて嬉しい限りでございます。どんどん進化していく。ではちょっとすやカズクラ、はー、よく寝た。さあ、というわけで本日はですね、一つ謝らないといけないことがあります。何なのかというと、まあこちらですね、こちらのサボテンのやつ、もうこちら出来上がって何時間ね、十何時間、二十何時間と放置されてるでしょう。まあただこれはカズさんが近づかないと動作しない可能性はねあるんだけども。思ったよりできてる。5つだって。十何時間か二十時間か分からんけど、少ないね。いや、間違いなく少ないね。これドズクラとか多分出入りするときずっとこれね動いてくれると思うんだけど、5つやばい。いやー、謝らないといけないんですよ。実はですね、こちらですね、上1マスの場合あんまり湧かないというご指摘の方ございました。そんなことあんのこれ。どうやらですね、効率半分以下に落ちるんじゃないのかと検証してくださってありがとうございます。いやー、ほんと心が痛い。みんなね、目キラキラして、あ、カズさんこれすごいじゃないかということでさ、ただしさんなんかはね、いつも真似させてもらってますと、
もしかするとこれもやっちゃってるかもしんない。いやダメだよね。今現在で言うと多分ね1分ぐらい放置しないといけないと思うんだ。これちょっと見てみる。お、なんか今落ちたぞ。おー落ちた落ちた落ちた。これ1分で2個ぐらい落ちてってるかもしんない。ただ数がね、これ1、2、3、4、5、6、54個あって1分間に1、2個絶対効率悪いわ。まあ、というわけで、早速直していってみようかと思います。さあこれで本当に効率が良くなるのかね、見物でございますね。これほんであとサボテンの上ってダメージなくなったんだってさ。だからこれ上に物が落ちてもう消えない側面じゃないと。ええですねこれ。はい壊れたと。ちょっと待ってな。またガラス足りなくなるかもしんないから一応焼いておいて、まあ制作開始といきましょう。あそうだ、その前に一個お手紙が届いてたんだな。ちょっと待って、刺さってた刺さってたお手紙が。なんだろうなんだろう、お手紙お手紙。はい、なんだポあれこれドズクラかな。ポっていうなんか返信が来てるぞこれ。前ねっていうねあのメッセージを送ったのよそしたらポっていう返事が来た。なんだなんだ、なんて言いたかったんだろうポって。みんななんだと思う。まあまあんま書き込むなよ、最近コメント欄厳しいから。 YouTube にバンされるかもしれないから気をつけろ。ほんなら、YouTuber でタイプの女性教えてください。あっ OKOKOK。 いやーどういう方が好きなんだろうね、気になるよね。メッセージ投げとくわこれ。グングーニル、刺さった刺さった刺さった。まあさあというわけで早速いってみましょう。あっ靴さんってあかんのよね、ある程度は。そのまんま使えるやつもあるとは思うんだけど、多少靴さんってあかんよね。え、てこれ横だとダメージは受けるか。まあ、ちょっとこちらの方で今から頑張っていきたいなと思います。ここだったら問題ないな。まずこの上を2マス開けろというねお察しが来ましたので、こういうことですよね。とりあえずここをぶっ壊せと。要はこの位置だね。こうして壊さんとけばよかった今。めんどくさい。うん、こういうことだね。で、漏れなくこのガラスも違うと。透明すぎてほんと分かりづらい。ちなみに、はい、詰まりまくってると。そして、ここまでいったらってない。やっぱ上のやつ邪魔になってるよな、これ。邪魔になってるよな、これ。これ邪魔になってんの。えい、えい、えい。混んでいいんだよな、多分。2マス開けたぞ。混んでいいんだよな。あ、ちなみにこの間にも置けるとか言われたけど、ここね、ここの間やっても、いて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 、これ壊す方法がないよね。あ、あるか。あ、この道パターンいけんだこれ。あ、いける、もっと効率を高めることできる。え、こういうことだよね、こういうことだよね。やべ、視聴者さんに教えてもらえた。これでさらに効率を高めることができます。なんということでしょう。さらなるパワーアップを遂げてしまいました。こういうことだね。はーい。パン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 。んで、あとは、こういうこと。はーい。ガラスを置いていくだけと。こうして、あとここ、ここの間、ここにも欲しいな。こう、こう、こう、こう。オッケーです。やべ、楽しくなってきたわ、これ。効率良くなっちゃったよ、これ。はい、まだちょっと詰まってるもん回収してさ。効率が良くなってしまったよ、これ。さあ、これでね、ボトボト落ちるようになるといいんですけどね。では、2マス開けて、ここですね。2マス開けて、ここ。合ってるよね。こういうことだね。2マス開けて。はい、というわけで、残念ながらまだまだ上のやつも、これ壊さないといけない。えい、オッケー。ほんで、あ、次うまくいったかもしれんこれ。え、てポン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 、よいしょよいしょ、ポン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 。え、こんで完成じゃね。あ、完成だよね。できた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 、これ。はい、これでいいでしょう。ほんでちゃんとね、こちらの方、1マス高くします。
ふー、完成じゃ。あ、ただちょっと待ってろ、もう今回ね、もうリアリティを高めるからさ、ちょっと待っておるよ。若干サボテンをイメージしてるんだけど、サボテン感がない。これなんでかなと思ったらさ、これサボテン見るとこのブツブツがあるんだよね、ブツブツが。うん、だからブツブツを今からねつけようと思ってる。あ、でもスイカみたいなね縦のあれもあるんだな。いや、こだわるとめんどくさくなってくるぞこれ。一応緑のこれも作っとくか。えい。まあまあちょっと頑張ってみましょう。変わる色これ。うわ、微妙に変わる。ほんと微妙だ。ほとんど変わってね、透明感がすごすぎて。でもせっかくはもうまだできるからな、数的に。もうちょっと入れるわ。おお、線入れたことで全然わかんねえ。全然緑のライン入れたの全然わからんわ。な、最後はちょっと待ってろ、サボテンのプツプツをね。はい、というわけで完成でございます。うん、おそらく効率の良くなったサボテン装置。あ、でもこれ全部緑の方が良かったかもしれないな、黄緑。なんかちょっと汚く見える。正面から見ると。はい、ほら、あ、ほら7つに増えたかも。増えたような気もせんでもないけど、そこはねよくわかんないね。というわけで、前よりねだいぶマシになったかと思いますので、ぜひ皆さんもねこちら作ってみてください。あ、ほんで最後に、そうだ、質問だ。いや、実はね出張中、私朝マックばっかり行くんですけども、皆さんどうですか？朝マックではまあ、エッグマフィン派、マックグリドル派、パンケーキ派、まあ、大きく分けてこの3つがね人気があるとは思ってるんですけども、皆さんはどれ派でしょうか？ちなみにカさんはグリドル派です。ぜひ解除のほどお待ちしております。というわけで本日はこんなことで、またお会いしましょう。バイ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 バ